どうもミスターガンナスケです、今回はですね、有馬記念の予想をしていきたいと思います。ね、まあ、ここ自分の家なんですけど、この場所で喋るのってこれ2ヶ月ぶりぐらいなの？1ヶ月以上、2ヶ月ぶりぐらいだと思うんですよね。全然最近ここで話してなくて、めちゃめちゃ久しぶり感があるんですけど、はい、ということで有馬記念の予想をですねしていきたいと思います。つい先ほど枠順抽選会が終わりましたんで、はい、ということで基本的に私はですね、競馬は穴狙いです。穴党です。本命は極力買わないようにしてます。なぜかというと本命が来ても儲からないからです。単純な理由なんですけど、まあ理由をつけてね、本命は嫌っていくというスタイルを取っております。で今回もう、まあ1番人気か2番人気どちらかだと思うんですが、タイトルホルダーがね、まあちょっと枠が外に入っちゃったんですけども、まあ逃げる馬はこの馬しかいないんで、もうポーンと花に立って最後の直線までタイトルホルダーが先頭で自分のペースで引っ張って逃げます。競馬の内容としてはね、タイトルホルダーがものすごい楽な自分のペースで逃げれるんで楽な展開にはなると思うんですけど、タイトルホルダー嫌う理由としてはやっぱ凱旋門賞のね、タフな雨の降った重いぬかるんだ道をですね、馬場をですね先頭で引っ張って逃げて勝ちに行ったタイトルホルダーっていうのは、これその疲労の蓄積がねあるんじゃないかということで、まあまあそういう理由をつけて嫌いたいなと思います。まあ楽なんですけどね、展開的には。まあ僕は買いません。でまあ1番人気2番人気を争うのがもう一頭イクイノックス。これ天皇賞で強い勝ち方をしましたけど、これも嫌う理由としては、どう考えても中山じゃなくて東京コース向き、2500も長いんじゃないかなって思うんで、これもちょっと切りたいと思います。あとベラーズールジャパンカップをねぶっこ抜きましたけど、まあ強い勝ち方しましたけど、これもね明らかに中山じゃなくて東京向きの馬なんで、東京のね直線だったら怖いですけど、中山の2500どうなのっていう話で、中山のに長距離でも走ってる3着ぐらい来てるのかな、来てますけど、東京で走るよりは中山の方がやっぱ不向きじゃないのかなと思いますんで、これも買いません。で僕が狙ってる穴馬、有馬記念って穴結構ちょこちょこ来るんですよね。で去年一昨年かな、サラキアっていうね牝馬も来ましたし、でその数年前にルメールが乗ってね8番人気だったんですけど、クイーンズリングっていう牝馬、これ僕ね本命で買ってたんですけど、この時ね僕60万ぐらい儲かりましたね。ワイドと、副賞とワイド入れて万張りして60万ぐらい儲けました。牝馬のまあちょっと人気薄というか、どうしてもやっぱ男馬の一線級が出てきますね、 G1 なんでちょっと軽く見られるというか、まあ来ねえだろうと思われるんですよ。そこを牝馬のまあ軽く見られてる馬をこう僕は買いたいなと思ってます。
で一番手は赤い糸ですね。これはもうずっと有馬記念に出るって発表があってからずっと僕は赤い糸を狙ってました。でまあ去年も確か出てまあそこそこ走ってる。で今年もまあ勝ちきれてないし成績悪いんですけど、これが罠なんですよ。罠というか美味しいんですよ。これでいい成績だったらね、みんな赤い糸買っちゃいますから。ここで誰もねこう見向きもしない状態で買うっていうのがいいんですよね。でね、枠がね1枠1番これがちょっとね後ろから行く馬なんでちょっと嫌なんですけど、まあ乗り方次第で、本当は外枠の方が良かったんですけどね。まあ1枠1番ですけど、まあ赤い糸ちょっと、ね人気ないですけど、エリザベス女王は勝ってますからね、馬は強いです。でまあ希望としてはね、タイトルホルダーが最後の最後まで先頭を粘ってるのを、最後の方でこうまくっていってね来てほしいなと思います。でもう一頭牝馬で上げるとするとウィンマイティですね。これ全く人気ないですね。十何番人気になると思うんですけど、これは客室的には先行します。で枠も8枠だったかな、あ8枠じゃないな、8番枠でまあいいとこ入りましたよね。でこれタイトルホルダーからまあ2番手3番手につけて、後ろにつけてじっとしてればいいんで、内側をまあこれは経済コース取ってきて一発狙えると思います。で和田がねディープボンド下ろされてるんで、これは燃えてると思うんですよね。でディープボンド、今名前出ましたけど、ディープボンドは僕買うんですよ。あんま人気ないと思います、ディープボンド。で去年もう2着なんですよ。でこっちもタイトルホルダーは凱旋門賞走ったからっつって買わないって言いましたけど、ディープボンドも凱旋門賞18着に負けてるんですけど、こっちの方はね18着ですから本気で走ってません。なんでそんな疲弊はしてないと思いますんで去年もね凱旋門賞で負けて有馬記念2着来てますんで、実績がありますんで、まあ今年は、川田がね乗りますけど、凱旋門賞で18着のまあ汚名を挽回するというかね、続けて川田が乗りますんで、ここはまあで当日もね有馬記念の日2クラぐらいしか乗らないらしいんですよ、川田が。なんでここはね狙ってくると思います。なんで軸はねディープボンドでいいと思いますよ。なのでディープボンドから、まあ、僕ワイド好きなんでワイドにボンって入れるんですけど、ディープボンドから赤い糸とウィンマイティ、これ本線っていうか、まあ、このにこのまあこれだけでもいいのかなと思いますけどね、まあ、来たら結構つきますよ。うん、あとはね伊豆城の奇跡っていうのも牝馬でいるんだけど、これ来たらとんでもないことになるんで、まあでね成績見ると岩田康成、岩田の親父が乗ると結構ね持ってきてるんですよね、上位に毎回。なので岩田パパが乗ると手が合ってるっていう伊豆城の奇跡と、まあでもね一戦級に伊豆城の奇跡が持ってくれるかっていうとね、ちょっと僕もね半信半疑なんで、そこまでちょっと冒険はできないんですけど、なのでまあ赤い糸とウィンマイティ穴でね、でディープボンドから買いたいと思います。まあでもレース的に一番楽な競馬ができるのはどう考えてもやっぱタイトルホルダーですよね。なのでタイトルホルダー1点で買うとすると、タイトルホルダー、ディープボンド、この凱旋門賞コンビ、まあだからタイトルホルダーがね凱旋門の疲れがないんだったら、まあ、楽な競馬してそのまま先頭粘り込み、
まあみんなこのね馬券買うと思うんであれなんですけど、まあこれが一番妥当な感じかなとは思いますけど、まあ僕は買いません。僕はディープボンドからね、ディープボンドの陣営も去年よりも状態いいっつってますからね。去年2着来てるんですよ、エフフォーリアので。まあエフフォーリアまだ出ますけど、今年2走ダメだったですよね。大阪に輸送して、阪神に輸送してね。でまあエフフォーリアもね、もう去年の力はないというか、全盛期の力はないですし、どうせ人気しますから、まあ、エフォーリアも僕はもう絶対買わないです。買えないですね。来ても配当美味しくないし、まあ、来ない確率は高いんでね。まあエフォーリアが来たらごめんなさいということでね。うん、でまあなんで嫌うかっていうと、エフォーリアやっぱり、大阪杯宝塚走ったのかな。でその後天皇賞で、普通だったら天皇賞使うと思うんですけど、天皇賞スキップして有馬記念でしょ、いきなり。これはね、順調さを欠いてる証なんですよね、やっぱり。天皇賞使って有馬だったら、まあ僕もあるかなと思うんですけど、いきなり有馬だとね、ちゃんと走れんのかちょっと疑問符ですね。なんで僕は買いません。まあそんな感じですかね。だからまあワイドでディープボンドから、赤い糸、ウィンマイティ、このめちゃめちゃ穴馬券ですけど、まあ2着3着でいいんでね、ワイドなんで来たらでかいですよ、うん、クイーンズリングの時の再現になればね、まあいいなと思いますけど、クイーンズリングの時はね、あれ馬は強かったんですよ。で中山の2500はどうかなっていうところでみんな買わなくて8番人気になったと思うんですけど、なんで俺が買えたかっていうと、やっぱね、ルメールなんですよね。ルメールが乗るっていうとこで、ちゃんと2着持ってきてるんでね。でサラキアも強かったしね、やっぱ牝馬って穴っぽいのが来るんですよ、意外と有馬記念で。みんな見てないんでね、みんな買ってないという、そこのまあみんなが見てないところをこう隙を突くっていうのが私の競馬のやり方なんでね、いいですか。ディープボンド軸で、赤い糸、ウィンマイティですね、この、2点本線。あとはなんだろうな、ジェラルディーナとかもどうせ人気するしね。まあ僕が買いたいのは赤い糸、あと赤い糸の副賞買ってもいいな、赤い糸ウィンマイティ、うん、めちゃめちゃつくと思いますから、うん、ディープボンドが、まあ、去年より調子がいいっつってちゃんと乗ってくれば、去年2着ですからね、うん、まあ、タイトルホルダーよりもこっちだろうと、人気もないですからそこまで、はい、という感じで、ね、私は穴派なんで、穴予想になりましたが、本命派の方はね、まあタイトルホルダーとか、イグイノックス、ベラハズルとかを買うんでしょうけども、はい、まあ有馬記念はね、それぞれ皆さんの好きな馬を買う、夢を買うっていうレースなんでね、競馬知らない人も有馬記念だけは買うっていうレースですから、まあみんなで盛り上がってね、競馬を楽しんでいきましょうということで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ミスターガンノスケでした。バイバイ。久しぶりだなこれ。今日もこの